YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日は、ワンダーウォール水戸店に、来ているわけなんですが、まずはですね、本日のゲスト、ワンダーウォール水戸店の藤崎さん、ご登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、水戸店藤崎です。よろしくお願いします。お願いします。前回ですね、はい、ワンダーウォール水戸店のオープン記念の動画ということで、はい、ボーンですね、はい、の、ご紹介動画をしたわけなんですが、今回このお車があるということは、はい、先週納車しました。おめでとうございますということで、はい、ワンダーウォール水戸店に、キャンピングカー OZ さんのカノア、大注目のですね、はい、軽トラベースのキャブコンということで、納車いたしまして、本当納車したてなんですけれども、本日は藤崎さんに、はい、まあ、キャンピングカーの使い方とかね、こちらレンタカーでもお貸ししますので、ご紹介いただきたいなと、はいはい、思います、はい、ちょっとじゃあ前の方からいいですね、はい、見てもということで、はい、今後ろがボーン、はい、で、こちらがカノアということで、ちょっとねサイズ感とかも見ていただけたらなと思って、ちょっと2台並べてみたんですけど、高さとかは言うほど変わらないです。ね、ボーンの方が 2.8 メーター、はい、こちら 2.5 メーター、カノアの方、カノアの方が 2.5 メートル、大体 2.5 メーター、はい、はい、ということですね。まあ、なんて言うんでしょう、普段運転するときってなかなか車の車高のことって気にしないので、うん、キャンピングカー運転するときはね、はい、そちらご注意いただければなと思います。ただやっぱりこのサイズのメリットとしては、横幅、縦幅の、ね、はい、サイズ感かと思うんですけど、だいたいどれぐらい、だいたい横幅が180、横幅185ぐらいかな、うん、はい、ってもらって、長さはまあ3800だから、そうですね、はいはい、なのでもう普通の駐車場にはもうすっぽり、はい、すっぽり入ります、ね、そうですよね、はい、といったところで、まあ、軽キャンの良さっていうのが一個ありますよね、はい、でやっぱりまあ、サイズとしてはボーンよりはダウンサイジングになるので、車のエンジンとかもやっぱちっちゃくはなるので、そうですね、基本的にはどうです、下道で行く方が、うん、下道で行った方が安心、なるほどですね、うん、で意外とって言ったらあれなんですけど、はい、このお車こだわりも結構入った、はい、お車ですので、ちょっと運転席のところ、ね、いいですか、はい、ご紹介いただいて、じゃあこちらのシートですね、はい、シートがこのオリジナルの OZ さんのオリジナルシート、そうですよね、はい、これはリクライニング、まあリクライニングを当然、まあ、するんですけど、はい、わかりますかね、はい、うんうん、でこれが前にお全部倒れるようになるんで、本当だ、だから運転席から、まあ、例えば後ろにウォークスルーも、はい、そういうことですね、うん、意外とボーンとかより楽にできると思います。で、はい、お着替えとか、はい、そういった小物とかは、こっちで使ったとこの辺に置くスペースとして使ってもいいってことですもんね。そうですね、確かに、ワンちゃんとかね、あ、そうですね、うん、そう、あ、そんなことができるんだ、はい、すげえ。これ元々の車に関しては肘置き、そう、肘置きもあるし、こういう肘置きとかリクライニングしないんじゃなかったでしたっけ。リクライニング少しする、あれ元々のシートも、ああ、元々のシートはしないですね、しないですね、そうですよね、もうここにね、あれがある、壁がある、そうですよね、うん、なのでこのオリジナルシートによって、はい、快適性も増すということですね、うん、はい、はい、では続いて後ろもお願いします。はい、thank you。
とちょっとじゃあ室内のところ行きましょうか。はい、じゃあまず窓のところ行きましょう。結構中がしっかりと明るいというか。そうですね、3つやっぱね窓あるんで大きい窓が。ここはこうですね、ボタンを押しながら、ボタンを押しながら、はい、そうですね、はい、あ、そうですよね、はい、これ窓が調整式なので、はい、ここからまずカチャッといったらここで止まります。そうで、閉めるときはもう一回奥までグッとやってこうやると閉まるという形ですね。ですね、はい、であと網戸とシャッターが、はい、これはね、ボーンとかと一緒で自分の大好きなやつですね。これすごいですよね、はい、なので夜寝るときは全部の窓です ね、 そうですね、こうやって閉めることができますということですね。はい、はい、で全部の窓に当然ね網戸も全部ついてますんで、はい、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、あともちろんキャンピングカーとしての、装備ももちろんありまして、はい、例えばここに冷蔵庫ですね、はいはい、と、そっちがシンクですね。こっちがシンク、はい、ありがとうございます、はい、でここのスイッチ入れてもらえれば、あ、そこにスイッチがあるんですね、はい、水道のポンプのスイッチですね。なるほどですね、はい、ありがとうございます。シンクのタンクはどこにある？シンクのタンクはこの下に、下か、10リッターがのタンクですね。なるほどですね、はい、はい、ありがとうございます。まだ新品ですか？そうですよね、未使用ですね。うわここ未使用です、すげえ、はい、でまあご飯食べたりするときは基本はここという形になるわけですが、うん、はい、ベッド展開もできるということで、はい、いいですか、じゃあちょっとベッド展開もしていただいて、ね、はい、じゃあまず、はい、あ、いいですか、はい、お願いします。このロックを外します。はい、あ、それ上に持ち上げればいいですか？そうですね、斜めに入ってるんで。あ、そうなんですね、はい、へえ、じゃあ、で、この棒、はい、ボッと、はい、はい、こうですね、ここに入れてます。はい、で、このさっき背もたれになってたやつ、はい、を、あ、なるほどですね。ここにストッパーみたいなのついてるんで、はい、この棒のところに、あ、そういうことか、はい、そうしたらずれないってことですね。で、前にずれていかないんで、あ、これだけですね。はい、藤崎さん横になっていただいてもいいですか？はい、頭残り、はい、あ、こっち、あ、どっちでも大丈夫ですが、はい、で、これがいいっすね、結構広いですね。これ多分セミダブルぐらいあるね。1200の横が、はい、で縦が2100、2m10cm あるんですよ。あ、そんなあるんですか？はい、だからもう大人2人は、もうそう、2人はいけますね、大人2人。すごい。そう、1人だったら相当快適です。そうですよね、はい、あ、しかもこんなに簡単なんだ、はい、ベッドテック。そう、簡単なんですよね。もうこれなくても寝れるぐらいなんですよね。ここのソファーも広いから、ね、うん、だから荷物多い人とかはここを荷物スペースにしてもいいし、そうですね、まあ、どっちにしろ下の部分はここ荷物スペースとしては使えるので、はい、そうですね、で荷物はね、ここの下、あ、ここの下収納になってるし、ここの下も収納になってます。よいしょ、はい、こっち、あ、すげえ、あ、こんなに広いんだ。そうで、これ外からもアクセスできるように、はい、あの後ろ、あ、そうなんですか。そう、後でじゃあ見せていただいて、はい、後で、はい、だから名護も後ろから、なるほどですね、入れたりができます。はあ、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 よいしょ、で結構物入ります。上にもそうですね、これだけやっぱ収納があるんで、で、そう、この上の天袋もかなり入るので、はい、結局、ね、例えば、はい、あの衣服とかタオルとかはこういう天袋にしまうのが基本になってくるかなとは思いますね。重量物はね、やっぱ上には置かない方がいいと思うんで、ね、そうですね、うん、で、あとこっち側がバンクベッド、バンクベッド、はい、これがね、横幅が、はい、
1600。横1600の奥行きが850あるんで。奥行き850、はい、はい。まあお子さんであれば、お子さん2人、そうですね、一応お子さん2人と大人の方2人っていう中心定員にはなってますね。子供上が2、そうですね、横にですね、はい、になってる、はい。まあ高さはバンクベッドの高さは結構あるので、そうですね、うん、圧迫感は少ないかなと思いますね。ここにもライトが、あ、ちゃんとついてるね、本当だ。あ、ちょっといいね、はい、あ、ありがとうございます。はい、こう、あ、本当だ、タッチパネルの、タッチ式なんだ。そう、タッチ式のライトが、あ、本当だ、すげえ。そう、ついてるんですよ。すごいすごい、そうここ面白いなって。そうなんですよ、はい、なるほどですね。で、ここに外部電源も入れてますけど、このちっちゃいところ、あ、外部電源のコードはここ、はい、はい、ありがとうございます。はい、あとはじゃあキャンピングカーの、まあらしさといったところの FF ヒーターですね。あ、そうですね、これ。これ簡単ですよね。これは簡単なやつですね。回すだけ。もう最大まで最初。はい。ひねってもらって、で火がついてちょっと暖かくなってきたら、まあ自分で温度調整。そうですね。うん、していただくのがいいかな、いいかなと思います。まあ、基本は、数時間であればこのままでもいいかもしれないですけど、はい、やっぱこの車の場合は、外部電源のある RV パークとかで EV ヒーター冬は使った方がいいかなと個人的には思いますね。ただ一晩だと大丈夫かな。まあ一応ですね、大丈夫だと思うんですね。一応大丈夫かなって、はい、あとは電気のスイッチ、はい、この上わかんないかな、それぞれですね、押していただくと、そうといったところ、そうですね、はい、結構明るいな、そう、あ、しかもそう間接照明だけ結構いい感じになる、夜いいっすね、そう、綺麗っす、これは明るいっすね、うん、へえ。あとここに USB2 つ、はい、これは、うん、一応エンジン切ってても外部電源、こっちは大丈夫、なくても大丈夫、大丈夫というところですね、はい、で、あとコンセントで言うと、シンクの下のところにこの家庭用のコンセントがあるんですけど、ね、はい、これは、RV パークとかですね、のところで基本は外部電源を挿して使う 100V のものですね、はい、で一応、まあ、インバーターついてますんで、はい、まあ、それを押していただければ、うん、押せば一応使えます、はいはい、こっちの USB もそうですね、そうですね、はい、ここはそういうことですね、うん、になってるということでございます。あとマックスファンがついてますんで、はい、これはもうオン、オフだけ自動で上げてくれるという、自動で上げて自動で回ります、はい、そうですよ、はい、で、これ最初、はい、換気になるんですね、そうですね、最初換気で、インアウトというボタンを、インアウトっていうボタンで押すと外からの吸気になるので、夜とかは涼しい風がこれで結構中に入ってくる、そうですね、今とかも結構涼しいね、涼しいですね、これだけで全然違いますわ、うん、意外とこの使い方が、これちょっとまた、はい、ボーンとかとは違うタイプのやつなので、はい、分かります、ね、はい、ここのレバーですね、下のレバーですね、うん、これをやると網戸だけが分割できるという、で、ここを閉める、そうなんです、そうすると今もう全部網戸で、はい、この網戸だけにそうですね、ですね、はい、で、ここを開けて、で、閉まる、で、ここがもうガチャッと閉まるということですね、はい、で、外からで、あ、一回じゃ閉めていただいて、はい、外に出るときはここを持つと、まあ、ここは硬くて、で、これ、このロムをこうやってやると開くよということですね、はい、ありがとうございます、はい、あと必ずやってほしいのが、はい、これこのままにしちゃうとドア風で閉まっちゃうん で、ね、このストッパーがあるんで、これを引っ掛けて、はい、おい、はい、はい、で、まあ、これはロックになるので、はい、網戸だけはまた外してばそれもできるよ、ね、ということですね、ということで、本日納車になったばっかりの、はい、OZ さんのカノアをトンボが
い、あのご紹介させていただきましたけれども、こちらのワンダーウォール水戸店で、はい、この後ですね、あのレンタカーに切り替えて、そうですね、今、はい、藤崎さんがご自身で楽しんでるんですけど、はい、そうですね、はい、もうあのレンタカーに切り替えてお貸し出しできますので、はい、ぜひねホームページ見ていただければと思います、はい。で、K のベースのキャブコンですけど、中のね、あの作りとかはもちろんしっかりしてますし、うん、ちゃんとキャンピングカーになってますからね。そうですね。そういったところ、ね、そう、建てるのがいいと思います。いや、本当そうですよ。室内で建てるってすごいですよ。それが一番すごいと思います。本当に思いましたね、はい。で、ベッドのサイズもこれは広いんでですね。そうですね。はい、あの皆さんに使っていただければというふうに思います。はいはい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。そして藤崎さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではですね、最後手を振って終わりになりますので、はい、よろしくお願いします。それではまた、さようなら。